次期総理世論調査次期首相にふさわしい政治家、1位小泉進次郎 26%。 時事通信の1月の世論調査で次期首相にふさわしいと考える政治家について聞いたところ、自民党の小泉進次郎農林部会長が 26% で1位だった。現職の安倍晋三首相が 19.4% で僅差の2位、石破茂地方創生担当相は 12.5% で3位だった。4位以下は民主党の岡田克也代表 3.0%、麻生太郎財務省 2.5%、民主党の前原誠司元外相 1.6% の順。ポスト安倍に名前の上がる他の有力政治家では岸田文雄外相、菅義偉で官房長官、自民党の谷垣貞和幹事長がいずれも 1.2% で同率の7位。女性では野田聖子前総務会長が 1.1%、 稲田朋美政調会長が 0.9% だった。自民党支持者に限ると安倍首相 32.8%、 小泉氏 21.0%、 石破氏 18.8% と続いた。小泉氏は民主党支持者からも 24.6% と最も多くの支持を獲得し、岡田氏の 23.0% を上回った。一方、大阪市長と大阪維新代表を退いた橋下徹氏について、国政などで政界復帰することへの是非を聞いたところ、復帰してほしいが 46.5% となり、復帰すべきでないの 37.3% を上回った。調査は8月11日、全国の青年男女2000人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は 64.2%。岸田次期の首相にふさわしいと考える人イコール時事世論調査。1、小泉進次郎26、2、安倍晋三19、4、3、石破茂、12、5、4、岡田克也、3、0、5、麻生太郎、2、5、6、前原誠司、1、6、7、岸田文雄、1、2、7、菅義偉、1、2、7、谷垣貞和、1、2、10、野田聖子、1、1、11、稲田朋美、0、9、11、山口那津男、0、9、11、小沢一郎、0、9、継承略、数字はパーセント、民の声へ続く。